ただいまから大英時代劇大江戸七変化、大江戸七変化をご紹介申し上げます。花一つ売れぬ日はなし江戸の春、花に浮かれて花見よう、春の大江戸八百夜町に大きな波紋を巻き起こした謎の殺人。殺される者は必ず不気味な猫の鳴き声を聞くという。闇の影から青く光る目と真っ黒な姿、大江戸の町から町へ広がっていく謎の噂。土地の基盤南町奉行大岡越前の神は、この事件の裏に容易ならぬ一大陰謀があることを知り、自ら複雑なる事件の真相解決に乗り出しました。およそ人の住むところ、美しい人情の世界と醜い邪悪の争いが渦巻いている。この物語は甲州のある山奥で金鉱を発見した江戸の若者を中心にして、彼を愛する純情な乙女、金鉱を横領せんとする悪人たち、この悪人たちの秘密を探るため身を犠牲にして尽くす一人の女性など、波乱と興味を呼び、魔性の猫の出現による奇怪なる殺人事件を織り込んで、行き詰まる興奮と無限の恐怖のうちに本格的時代劇の面白さを遺憾なく発揮しております。たぬき御殿でおなじみの木村圭吾監督が、市川歌右衛門、相馬千恵子、坂東幸太郎、杉恭嗣、上田吉次郎、大見照子、初見紗友子、桂木浩一など大英時代劇人のベテランを集めて、雄大なる構想のもとに絶対に面白い映画を皆様にお送りいたすことでしょう。何とぞ大英が誇る時代映画の興味編、大江戸七変化、大江戸七変化をご期待ください。今のは今月の流行歌、春夏旅の新習字でありました。